はい、今回はですね、防御特化と、第3回イベント、アニメ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思いますの8話のですね、感想などを言っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、そんな大したことは言わないので、ダラダラやっていきます。まあ、今回はですね、全体的に、まあ、見るとですね、第3回イベントを、行いましたよっていう回と、それから、後半はですね、第3階層に、行ってですね、新しい敵と、すごいバトルが起きるという回でした。はい。で、そうですね、今回のポイントとしてはやっぱり他のギルドの様子も書かれたっていうのは個人的には良かったなと思いますね。なんていうかこう、やっぱりこういうメープルがとっぴな行動するみたいな話をこう立たせるためには、普通のプレイヤーがどんな普通のプレイングをしてるかっていうのをね、個人的にはもっと早くね、見たいなと思っていたので、まあ良かったかなというふうに思っています。で、後半のですね、超バトルはなかなかの 見応えがあるので、まだの人はね、ちょっと見てみたらいいんじゃないかなと思います。で、自分的には今回の、回の注目ポイントはですね、まあ万能じゃない主人公っていうものと、無双者のお約束っていうね、ものがうまく共存してる回だったんじゃないかなというふうに思いました。なんかあんまり主人公が万能すぎてもあまり盛り上がらないというのがあるんですけど、今回は別にメープルは別に万能の存在じゃないんだよっていうのが前半に書かれて、で後半でもその無双的なものですね、見たいものがですね書かれていたので、そういう意味ではなかなかいい構成だったんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあまあネタバレを含めますが、まあ、好きだったポイントを中心にですね追っていきたいと思います。はい、まずですね、第3回イベントがね開催されますね。で前回のですね毛刈り、まあ、素材集めてたのの成果としてですね、まあ、新しい衣装でですねイベントに、向かうということが、できてますね。なんや、ちょっとよくわからない、何かをモチーフにしてるんでしょうけど、よくちょっとわからないですね。多分羊のね、デザインだと思うんですけど、まあ、なんか微妙によくわからないパーツがあるので、その結構そういうこの伊豆さんのファッションセンスによって出てるんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、ここで、まあ、なんていうかこう思い入れというかね、感慨深かったのは、そのメープルがこのイベントだとあんまり役に立たないっていうことで、みんながメープルにこう助言してる、シーンっていうのがあって、それがなかなか良かったなっていうふうに思いますね。簡単なことではあるんだけど、主人公が何でもできるみたいな感じではなく、ちゃんとサポートしてあげることによってうまく物事を進めていけるようになるっていう、描写があったのはちょっとしたものだけど、こういうのを入れてもらえるのは良かったなというふうに思いますね。なんか、まあ、後ろで初心者の2人が牛を追いかけてたりするのも普通に面白かった、可愛かったですけど、はい。それで次ですね、ここですね、ギルド遠征の国の、様子ですね。このノアカタカナやったかなの様子が描かれたのは良かったなというふうに思いますね。まあ、一人が群れを呼んできて、集団で、面となってその群れを誘導して攻撃して倒すみたいなね、倒したらですねベルが手に入るのと、なんか素材はステーキになるっていうね、よくわからないゲームシステムでな、倒した敵は場合によってはなんか素材後の姿になったりするんでしょうね、きっとね。これ炎で倒すことによって一定確率でステーキになるっていう仕様なんでしょうね。この辺のカオス感はなかなか好きなんですけどね、設定するのすごい大変そうな感じで、まあ遠征の、このミーさんは、メイやっけ、ミーさんかな、が、まあ、すごく強くてカリスマ性があるっていう風なことが描かれてましたね。今回ようやく描かれたって感じですね。で、まあでもちょっとなんかこうね、表情が曇っている様子があったので、この辺がね、次回とかでね、回収されていくのかなっていうと思うと楽しみです。で、メープルはまあ相変わらずではあるんですけど、まあ隠しボスですね。おそらくこの間のクエストをクリアしてるからこそ行ける、ね、ダンジョンだと思うんですけど、なんかここの辺ね、すごいボスが出てきて、なんか遊戯王のモンスターみたいなね、ビジュアルではあるんですけど、なかなか、ね、防御をね、溶かしてきたりね、攻撃をね、返してきたりね、結構ね、いいバトルにはなりましたね。ただ、最後はこう、メープルがこの前の、なんだっけ、発毛能力で防御してたんですけど、発毛ごと、食われてしまってですね、
で、最後のこう決まり手としては、このね、体の中から敵を食べるっていう、この決まり手僕はあんまり好きじゃなかったので、少し個人的には残念な決着の仕方ではあったんですけど、非常にこのバトル自体はなかなかね、面白い敵やったし、強かったのと、あとその亀とのコンビでね、相手をね、追い詰めていくっていう形はなかなかね、良かったんじゃないかなというふうに、思いますね。はい。これだけでも結構ね、いいバトルやったんですけど、まあ、で、ただですね、イベント自体はですね、楓の木はですね、ランク外ということでね、そんな成果は出せなかったっていうのも、まあまあ、いいバランスですよね。要するに、この部分では、まあ、楓の木は、頭角を現すことができなかったっていう描写を、ね、挟んでくるのはね、常になんかトップに躍り出続ける感じよりもね、全然面白い、感じにね、見ることができますね。ギルドメンバー自体はいろいろ活躍してですね、牛をね、たくさん倒してる様子もあって良かったですね。この辺やっぱりアジリティ振ってないときついみたいですね。はい。で、このところで面白かったのはやっぱりこうギルドの名前が出ているのが面白いですね。お散歩隊とか、紅の翼とかね、竹取テラーズとか、よくわかんないですけど、なんとなく面白そうな名前が、並んでいてですね。まあ、実際の、ゲームとかやと、もっとアホみたいな、ギルド名がトップに躍り出てたりするイメージなんですけど、まあ、それはいいでしょう。で、やっぱり思うのは1位がですね、2位とですね、2位の50%増しぐらいのポイントを獲得してるんで、やっぱり相当強いんやなと、集う聖剣は相当強いな。で、逆に炎帝の国はですね、3位のお散歩隊と大差がそんなにないので、そういう意味では、やっぱり頭一つ集う聖剣が抜けてるんやなっていうふうに、わかりましたね。この辺のバランスもなんか、今回楓の木はね、活躍しなかったというのはなかなかバランスいいなと思いました。じゃあ次ですね。メープルがですね、さっきのクエストでですね、敵を倒したことによってね、変身能力を得ることができますね。はい。なんかもう悪魔になるって、まあ、前回天使になったんですけど、今回は悪魔になるっていうことですね。これの特徴としては、STR、まあ、要するに力がメープル自体はなかったんですけど、今回は力をの値を使って戦うことができるので、今まで攻略できなかった敵をですね、つまり食べる以外の手段で倒せるようになったんじゃないかなというふうに、思いますね。はい。この辺の展開もなかなかね、いいなと思ったんですけど、はい。なんかもう呆れてたり、憧れてたり、みんなそれぞれの反応があっていいなという感じです。そしてですね、とうとう、まあ、ギルドはこの敵を倒したことによって、3階層にね、進む、このなんか木の敵みたいなのを倒したことによって、3階層にね、進むことができて、3階層美術さんすごい頑張りましたね。なんかここ数はそこまでその作画がすごいなっていう感じのはね、なかったんですけど、今回は相当頑張ってるというか、その世界観がね、特徴的でしたね。すごい昔機械が栄えていた世界っていうね、感じで、昔の、遺産が残ってるっていう感じでね、隠れてるダンジョンとかね、この 押してはいけませんボタンがあったりやとかですね。で、NPC も若干なんか体に機械が埋め込まれてるのかなみたいな感じに、なっていたりと、なかなかいい世界観やなっていうふうに、思って見てましたね。あ、こういうところをしっかり凝ってくれるのはいいですよね。小説とかだとここまでね、わからないんですけど、今回この世界観をね、パッと書いてくれて、結構長く書いてくれたので、やっぱそこはしてほしいこと分かってるなっていう感じでしたね。はい。で、メープルさんはですね、まあ当然の飛行能力を持っているので、まあちょっと他の人行けないようなところを見つけてですね、まあクエストの、フラグもね、多分ね、立ててですね、面白いところに行ってしまうという、ことですね。機械のね、まあ、王様が、おそらく悪い意志に乗っ取られてて、で、メープルにその力の一部を託すという感じでですね、メープルが、ロボットになるというか、このなんね、半人間半ロボットみたいな、これ何て言うのか僕ちょっとよくわからないんですけど、なんとなくこの、ね、レーザーとかを打ち合ってる様子っていうんですか、カンカンって打ち合ってる様子とか、ね、敵がですね、なんかもう、ドラゴンボールかみたいな、ね、感じなんですけど、ね、それに対してこう、ロボットアニメ的な戦い方ですけど、僕はあんまり詳しくなくて、ガンダムシードぐらいしかよくわからないんですけど、なんとなくこう、なんかこう、
こういうアングルでこう、ね、ビーム砲とかを出すこの、まあ、その一連の流れとシーンは、ね、なんとなくロボットアニメやなというふうな感じを受けましたね。まあ、その部分もなかなか、見たいものを、ね、しっかり見せてくれたような感じで、このバトルはなかなか見ものやったんじゃないかなというふうに、思いますね。はい、そうですね、まあ今回他のギルドメンバーもしっかりもっとその無双的な活躍をするんかという思ったんですけど、まあ相当今回そこでもなかったので、個人的にはねクロムとかの大活躍をね見たいんですけど、そこが次回見れたらいいなという、感じになってますね。はい、まあ今回はですね、まあ、このロボットアニメがいきなり始まるのが衝撃やったのでなかなか個人的にはインパクトがありましたね。はい、ただまあなんだろう、前回の終わりに天使に変身で前半悪魔に変身で後半ロボに変身なので、この変身シリーズが続いてしまってるのはなかなか多分構成上の難しさやったんじゃないかなというふうに、個人的には思いますね。でやりたいところをしっかり押さえてくれているので、やっぱり原作なかなかよくできてるんじゃないかな、これもしかしてというふうに、思いましたね。やっぱちょっとね見てみようかなというふうな気持ちが強くなっています。はい、というわけでね、あともうあと数話でね終わっちゃうんだとするとですね、やはり第4回イベントはね、楽しみに待つのが、いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、では今回はそんな感じですね。まあ最初に言いましたけど、やっぱりそのメープルが別に万能な存在ではなくてですね、いろいろ今回の第3回イベントにおいてはどちらかというと足を引っ張る、役割でみんなにフォローしてもらうっていう感じの描かれ方がすごくね良かったですね。何でもできてしまう主人公じゃないっていうのはね、好感度が高いですね。でそれでいて、まあ、今回ね後半のね、すごい悪魔化するのとですね、ロボットアニメによるなんか主人公めっちゃ強えっていう見たいものを見せてくれたので、非常に面白かったというかいい回やったなと個人的には思います。次回も楽しみにしたいと思います。はい、では以上ですね。ありがとうございました。